過ごしていく生活の中で思い出してもらえるような美容師になりたいな。カットができるようになると、うん、提案の幅ってめっちゃ広がると思ってて、想像一個お客様の上行かなきゃいけないなって思ってるんで、いい意味でファイルがない。皆さん、これがアディションです。代表の大石圭司です。よろしくお願いします。店長の種市明日香です。よろしくお願いします。スタイリストの慶太です。よろしくお願いします。カラーリスト、伊沢です。よろしくお願いします。はい、アディションっていう名前のコンセプトなんですけど、これは造語で、英語でアディション、A が2つのアディションと、エディションっていう意味を、2つの意味を込めて、作っております。で、意味は、新しいっていう意味と、あと加えるっていう意味があります。なので、アディションは、まあ、新しさを加えるっていうコンセプトの下で作らせていただきました。出してるスタイルについてなんですけど、まあ、今は結構デザインカラーとかブリーチカラーっていうのが結構時代的にも流行ってるので、まあ、そのブリーチカラーを軸としたスタイル展開が結構うちの主なスタイルになってるんですけど、どれかこう一つのデザインに絞ってるっていうよりかは個々のスタッフ各々で打ち出しているスタイルを変えているので、それがまあ強みかなと思っていて、で私の場合はレイヤーとハイライトっていう組み合わせをやってる方がいなかったので、まあ、そこに向けてこう発信をしていて、でまあボイシだと大人女性に向けたこうブリーチカラー、まあ、主にバレイヤージュとかハイライトっていうのを打ち出してるんですけど、でまあイサナは美容学生とかその学生さんに向けたこう若者の方に向けたハイトーンカラー、まあ、主にダブルカラーで高サイドとかのカラーをやってる感じになります。で中村くんは年齢問わずインナーカラーとかのポイントカラーみたいのを打ち出しているので、一人一人打ち出しているスタイルが違うことでこのサロン内でも結構刺激をこう受けることができますし、逆にその一つのスタイルにこだわらずこうスタッフ内でもいろんな技術を間近で見れて共有して高め合っていけるっていうのが、まあ、強みだと思っているので、アディションの打ち出しているスタイルっていうのが、まあ、特に決まってはないんですけど、その個々で決めてやってる感じになってます。お客様と自分っていうので、お客様目線と自分が今後というかしていきたいこととかっていうのは多分あると思うんですけど、お客様はこうしたいけど、まあ、美容師目線からしたらやっぱり、まあ、売り上げを出したいとか、まあ、こういうカラーリングしたいとか、僕ハイトーン系やってたらやっぱり高サイドのハイトーンをなるべくして、まあ、インスタの発信とかにつなげたいとかも、まあ、美容師目線とかだったらあると思うんですけど、まあ、でも僕が結構意識してるのは、まあ、数字っていうよりかはお客様のためというか、お客様を第一にっていうのは絶対に考えてて、まあ、お客様がどんだけこのやりたいっていう欲がなかったら、僕はもうそれがお客様の最善かなと思って売り上げを上げようとはしないというか、お客様はこうしたいっていうところまでの最高到達点に自分は全力を尽くしたいからっていうところを意識して、まあ、カウンセリングはしてるからっていう感じです。例えばハイライトだったら、じゃあ今日ハイライトやりたいですって言われて、特に若い子とかは次例えばグラデーションやりたいとかダブルカラーやりたいだったり、いろんなデザインやりたいって子が多いので、まあ、まずこのデザインやりたいですって言われたら、今後こういうカラーとか今後他のカラーやりたいですかっていうのを聞いて、例えばハイライトやりたいってなった時にそのままハイライトをするんではなくて、一度全体ブリーチしてからハイライトはどうですかっていうのを進めて、まずこれやりたいですって言われた後に、まあ、先の予定だったり、まあ、今後もどういった感じでカラーしていきたいのかっていうのはやっぱり聞いてます。あ、カウンセリングでなんかやっぱ心をつかむじゃないですけど、つかむ、なんかやっぱ入り一番こんにちはって行く最初の入りの感じのテンションが、そのお客様見た時に大体わかるじゃないですか、うん、あ、この人はこういうテンションで行くとかっていうのを、もうこんにちはって言って初めまして初めましてのそのファーストのコンタクトで、うん、どのテンションで行くのかみたいなのをもう即座に合わせて行くっていうのを大事です。だからみんなでも考えないで考えないでなんかこうできてると思うんですけど、なんかそれはやっぱ大事かなと、自分本位でこう行かないみたいな。満足度か。でも僕もやっぱ帰りに名刺にメッセージ。ああ、でも大きいねそれね。はい、やります。終わった後連絡インスタとかで予約してくれた方とかは。
ありがとうございましたって、まあ、言うようにはしてますね。結構帰り道とかで良かったとか、例えばですけど、うん、友達だった時に髪色褒められてとか、うん、後々のその過ごしていく生活の中で思い出してもらえるような美容師になりたいなっていうところでメッセージ書いたりとか連絡して、まあ、後日連絡したとしても、あ、昨日そういえばみたいなところをちょっと重要しているかなっていう。いや、めっちゃ大事だね。まあ、なんかカラーを可愛くするのは当たり前なんですけど、そこにプラスアルファ僕は想像一個お客様の上行かなきゃいけないなと思ってるんで、まあ、カラー終わった後に例えばお家での髪の巻き方とか髪のケアの仕方とか教えてあげれば、やっぱりお家帰って美容師さんに教えてもらった巻き方とかやってみて、あ、本当にこんなに可愛くなるんだってその時に思い出してもらえれば、やっぱりあそこの美容師さんすごいなって思い出してくれるんで、まあ、カラーの仕上がりプラスアルファで僕は何かお客様に届けてるって感じです、うん、ってのを考えると、なんだろう、まあ、自分も今33歳になってきて、こうお客様もなんか自分と同じぐらいかちょっと上の世代になった時に、なんか今までやってたこう若い子がやるようなグラデーションとかバッチバチのハイトーンみたいなのがちょっと自分の中でこう違うかなってなんとなく思った時期が、まあでもアディション出したぐらいかな、本当に。その時にじゃあやっぱ大人世代の方に提案できるってなったら、まあ、ハイライトなのかなっていう感じで自分は始めたかな。すごい戦略的に考えたというよりかは、なんか本当に自分のこう成長とともに、あと自分のお客様を改めて見た時に、あ、大人の方が多かったりとか、ね、白髪を気にしてるっていう方が増えたなって思った瞬間に、あんまりグラデーションとかやんなくなったりとか。自分がレイヤーを初めて入れた時に多分1年前ぐらいなんですけど、それまで全く入れたことなくて、あんまりレイヤーの技術に関してもそんなにこう自分から取り入れようとしてなかったんですけど、自分がやった時に、あー、なんかすごいめっちゃいいじゃんと思って、うん、それでちょっと研究しようかなと思って、こういろんな人の見たりとかして、こうやっぱカットができるようになると、うん、提案の幅ってめっちゃ広がると思ってて、うん、やっぱナチュラルだからこそ、うん、こうカットとか顔周りのデザインが重要だなって思ってきたんで、うん、フォルムとか、それで1年前ぐらいからちょっとレイヤーもやり始めて、うん、まあ、それがお客様とかに浸透してきて、みんな私のお客様今結構レイヤー大変でやるんですけど、みんなレイヤーしてるよね、みんなレイヤーしてるだからやっぱこうまず自分がやって、まあ、それこそイサナとかもイサナになりたいっていうのに来る子が多いと思うんですけど、その自分自身がその自分を打ち出してるスタイルにまずやってみて、良さが分からないとお客様に提案ができないと思うんで、自分がアイコンになるみたいなみたいな感じで、大事だね。今打ち出してるのは自分が美容学生の時にやりたいようなものをそのまま打ち出してるってだけなんですけど、めちゃめちゃハイトーンだよ。そうですね、結構もう薄いような薄いね、もう6、7トーンとかは使わないですね自分やりたいのはダブルカラーだなと思って、うん、ダブルカラーも全然なんかうまくできひんなと思って、ずっと言ってるのは、まあ、その朝練とかで朝練の練習会みたいな日で、うん、お医者さんにあのリタッチブリーチもう伝説のブリーチのリタッチを猫の時間の時間もあの2時間教えてもらってそっからもう、もう倍速的にもハイトーン極めましたね。でもさ、すごいよね、そのお店であれだけさ、ハイライトがこうバーって出てきてて、そこに行かずにちゃんと自己ブランディングで、うん、その自分でそのハイトーン客を掴んで結果出してるってすごいと思う。しかも確かその時、うん、ハイライトのモデルさんを呼ばなあかん日やって、あ、そうだそうだそうだ、本当はモデルだったんだよ。じゃあなんかモデルさんを見つけれなくて、なんかちょっとカオスじゃないですか、カオス、モデルいないんだいないんだで、それで僕リタッチしますみたいな、ダブルからしたいのって、お医者さんお願いしますみたいな2時間だったんで、余計良かったな、そうだね、良かったなっていうのもあれですけど、それがなければ確かに今に至らないかなっていう。まあ、自分がデビューした時に、あ、ここでどうやって勝っていこうって考えた時に、まあ、僕はあえてちょっと違うデザインでやっていこうと思って、そこで僕はインナーカラーだったりダブルカラーだったり、あとはなんかピンクカラーみたいな感じで絞ったり、ちょっと他のスタッフとはあえて違うことをやろうっていうので、
もうそこからデビューしてずっとやってきてるって感じなんで。そうだね、イヤモノ、ね、あの時なかったもんね。なかったですね。ピンクとかね、はい、みんなシルバーだった。そうですね個性がね、溢れてる、うん、子が強いサロンかなと。子強いよね。若い子の感覚っていうのをすごく大事にしていきたいので、なんかこう自分のこう考えだけでいくんじゃなくて、若い子とかこうスタッフの打ち出したいもの、まあ、やりたいことを自由にできる。